元シスターヒヨリン、タトゥーを入れた理由とは、生まれてすぐに、写真イコール、人生酒場。放送画面キャプチャーシスター出身のヒヨリンが、二度の手術の経験について打ち明けた。ヒヨリンは最近放送されたテレビ N、人生酒場にゲストとして出演し、腹にタトゥーを入れたのには意味がある。私は腹水が溜まった状態で生まれた。それでインキュベーター、温度を一定に保つ機能を有する装置にいたが、小児がんの判定まで受けた、と告白した。続けて彼女は、1年後、腸重積症でもう一度手術した。その手術の跡を隠すためにタトゥーを入れた。コンプレックスがなくなった、と特別なタトゥーの意味について語った。特にヒヨリンは、胆道閉鎖症の子供たちの両親が私にメールを送ってくる。もっと一生懸命歌ってほしいという。もっと元気に、一生懸命歌わなきゃ、と言って微笑んだ。元シスターヒヨリン、完璧すぎるボディを強調したグラビア公開、輝くサマークイーン、元 SIS。タールヒヨリン、日本での初ソロライブが成功裏に終了、パワフルな歌声&パフォーマンスでファンを魅了。